はい、おはようございます。バリ島から有本圭です。今日はですね、クタのねローカルサーファーキクさんと、今日休みなんで一緒にサーフィンしようよってことで、クタビーチの方に今日も向かってるんですけど、めちゃくちゃ渋滞で、なんと普段30分で着くクタビーチまで今1時間半かかってます。今日はね、ニュームーンということで、お祭りが多いんですね。要は新月、バリニーズっていうのは、月と共に生きてる人たちなんですね。ニュームーンとフルムーン、新月と満月ですね。ここで、ここを区切りに、生きてる。例えば日本人だったら月曜日から日曜日で、また、月曜日から新しい週になるんですけど、で今日はニュームーン、月曜日って言ったらちょっとニュアンス違うんですけど、まあ宗教的にもまあ大事な日というふうになってますんで、ちょっとね、各地でお祭り、宗教的な儀礼ですねが行われてるので、ちょっと渋滞してますね。もう今もねずっと固まってます。どれぐらい固まってるかな、10分ぐらい多分。ここのね前でウパチャラ、お祭りが行われてるんじゃないかなと思います。とりあえずね、クタビーチの方に行ってきます。結構もうキクさんも待たしてるんで、もうさっきから、2回電話かかってきてます。やべえ。どうでした今日は波は？疲れた。何日ぶりだっけ？ワンウィーク無理よ。ワンウィーク。一番無理よ。ワンウィークもさ、サーフィンしないことってこの半年、今年入ったあったっけ？ないね。ないよね。久々の休みだよね。でもサーフィン調子よかったじゃん。すげえかっこいいチーター5残ってるよ。おしんたよ。おじさん腰痛いよね。今週いっぱいは休みね。いい波よ、最高。最高ね。今日はこの後じゃあ何か食べに行く？ね、何食べるの？カレーライス食べたい。カレーライス。カレーライス食べたいな。だよね。行こうか。行く。俺もそれ言われたらカレーライス作りたくなっちゃった。行くよ。行くか。オッケー。はい、カレー。お疲れ様。今日もキレがいいね、音の。